know I'm hard to love. I can never get enough. But then sometimes you're too much. I'm down then I'm up. I know I'm hard to love. I know I'm hard to please. I'm never happy. あれに荒れたスンガレージでございます。ジェントから持って帰ってきたバイク、はい、もうそのまま置いてます。でここに棚があったんですよ。そうで、もうそれ棚もあのイベントで使ったんで、もう崩してもうあそこに放置されて、もう荷物も出し上げて、そうでもこの辺もぐちゃぐちゃでもうなんか工具とか散乱気持ち悪くて気持ち悪くて、もうこれが現状です、僕らの。でもイベントから帰ってきた日は、はい、3日ぐらい、まあ、徹夜まで行かないけど、まあ、ほぼものすごい睡眠不足と疲労困憊で、はい、もう放置してたんですけど、今日からもうちょっとさすがにちょっとスタートさせたいなっていうことで、結局綺麗にするんで、はい、この機会にちょっとまあいろんなところも含めて大掃除したいなと。そうですね。だからやっぱね、塗装も結構したんで、パテとかもいっぱい研いで、結構飛んでるじゃないですか。はい。であれをちょっと綺麗にして、この機会にまあ模様替えもするんで、はい、僕の工具箱とか置いてる機械とか工具類を、はい、あれでこっちにも持ってきちゃおうと思って。ああ、もう工具入れたいですよね、あれ。そうなんですよ。でももうちょっと綺麗に整理してね。あの使いやすくやっていこうかなと。取り行きますか、じゃあハイラックスで、はいはい、I'll wait to see your golden smile. Feel of a thousand kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of steelとりあえず積むか。積みますか。今日は西村さんに手伝ってもらって頑張っていきましょう。これ無事帰ってきましたね。これじゃあ下ろしていきますか。下ろしましょう。はい、23ぐらいの時に48回払いで購入した金額は、え、当時の80何万。いや、そんなするんすね。めっちゃ高いですよね。48回払いこれがあったっけ、頑張れたっていうのもあるね。あるね。じゃあ思い出の工具箱なんですね。ここ、金属加工系のものを置くスペースにしようかなと思って、加工ができる、はい、なのでもう後ろも過剰にこう補強を入れて下もガッチリしたんで、はい、で、まあ、ここでちょっとあの重たいものを作業するのはちょっときついかなということで、ここに木を貼ろうかなと。これ入れ替えて、これを入れ替えて外して入れ替えると。はい、まあ、ちょっとホームセンターに買いに行こうかな。はい、行きましょうか。じゃあ、はい、ちょっとはめてみましょう。ぴったりか。じゃあ重たっ。押し込んだら、ね、うわすげえ、ぴったり。ジャストっすね。ジャスト。これでバイスとかも売ってるね。そう、売ってるね。もうバッチリ売ってるね。これどこのでしたっけ、このバイス。メイドインイングランド。イングランド。配置してみましょうか。やっていきましょう。As a two-year-old and she know it. Got me at a loss for words though I'm a poet. Watching when she bag it up. 全然笑らん。ほんま。え、これ。まあ、心も乱れとったってことですね、僕ら。最後もうすぐ頑張りましょう。頑張りましょう。Princess toes to I told you how could I think less taking over my soul and shame of my weak flesh don't even know her name feel lame with each breath but practicing my game the same way. はい、はい、かなり来ました。だいぶ綺麗になりましたね。あとはまあこの辺も明日もうちょっと追い込んで、そうですね、
工具とかもちょっとあのこういう展示したりとかしておもちゃ並べたりね。こっちのまあちょっと今まだこっちこっちこんな感じですね。結構いい好きやけどな、うん、この感じということで、はい、引き続き明日も明日頑張っていきましょうか。安静させてもうすげえいい感じのライブしたい。はいはい。Do not push too much, cause it takes time. Do not talk too much, because it's mine. And I do it with small steps, and I have no regrets. No mistakes. Shine my black shoes. いやー、疲れましたね。結構時間かかったね。できましたね。おかげさまで、はい、めちゃくちゃ綺麗になりました。めっちゃ綺麗。ちょっと。もう回してみようか。回ってみましょうか。じゃあまずこんな感じから。はい。入ってきて。あ、いいね。こうピシッとね。まずやっぱ目につくのはこの工具箱。マジでかいですね。結構綺麗に磨きました。まだ汚いけど。でこれ十何年経ってるんですよね。十何年経ってる。まだやっぱ綺麗です。強いですね。で、コンテナボックス。もっと今から増えますね。ね。で、クレーの。グレーのボックス100均ですで、まあ、ちょっとここはねまだちょっと全部揃ってないんであれなんですけど、バイクの部品やら、うん、ちょっとここも綺麗に整理したいけどちょっと収納用具がまだ足りてないかなっていう。で、まあ、ちょっとモンキーがありますけどこれがね結構いいよね。このボックスですね。いい役割した。結構綺麗なちょっと米軍っぽい感じですね。ここだけ見るとかっこいいですね。ちょっとモンキーは違うかな。ここだけ見ると米軍っぽいね、ちょっとね。で、こっちもね、結構綺麗にしたんですよ。もうかなりシンプルになりましたね。で、僕の開発したホイール、そしてコーティングをこう、サブリミナル効果のようにこう皆さんにこう、常に映る形にしてこう、定着してほしいなっていう。で、まあちょっとここに遊びでおもちゃ置いてますね。置いてますね。で、まあここにもちょっとモンキーがあって、自転車もあって、シャリですね。で、バイクと。これまだできてませんけど、次の次ぐらいではもうちょっとこれも完成させて、そうですね、走れる状態まで持っていこうかなと思います。はい。で、洋室用のガスガーリーの、これはまあ最近買ったバンドソー。バンドソー。はい。で、もう見えないけど、コンプレッサーとかありますね。コンプレッサーとか、まあ、切断機とか。はい。で、ここにボール板とか、まあ、旋盤。こっちもグレーの、グレーのメッシュね。で、ここにあのグラインダーとかね、はい、見えるかな。いろんな道具が入ってますね。グラインダーとかですね。ドリルとかね。はい。といった具合になっております。で、はい、ここに。この辺を作った。はい。まあ、製作途中のオート三輪が。はい。で、まあ、ガレージも綺麗になったんで、はい。まあ、今のオート三輪と、で、リクエストが多い、この、ちょっと映ってるかな。これ、タイヤだけかな。まあ、ノーティーダックス。はい。と、あと、まあ、ちょこちょこいただくあのスリランカのシャリ、シャリね、あれは今この、あの上にダンボールの中にあのスリランカから持って帰ってきたフレームが入ってるんでまあちょっと結構一旦ちょっと落ち着かないと、はい、あの無理かなって。そうですね、思うんですけれども、おかげさまでですね、はい、クスンガレージジャンル3万人を突破しました。ありがとうございます。ということで、あの、まあ、皆さんね、まあ、本当にいろんな応援コメント応援してますとかっていうのがすごく励みになって嬉しいっていうところもあるんで、はい、まあ、3万人をね、この機会にですね、はい、ちょっとプレゼントを考えてます。プレゼント、うん、ちょっとどうしようかなって今いろいろ考えてるんですけど、はい、次で一旦ちょっとプレゼント企画の動画を一本あげようかなと思います。そうですね、それをで、ちょっとね、まあ、ここまでね、多分今動画の終盤なんで、はい、結構みんな結構ドロップアウトしてる人もいると思うんですけど、そうですね、見てくれた人にだけ伝えるとすると、はい、まあ、ちょっと今ちょうど僕が、あの、まあ、今このコーティング、これまあ簡易的なコーティングなんですね。ガラス系コーティングなんで、まあ、完全定着というよりは、まあ、どっちかというとワックスに近いようなものなんですけど、表面に、うん、液体ワックスみたいなものなんですけど、はい、これじゃなくてちょっと今ガチなコーティングをずーっと3年ぐらいかけてずーっとやってきて、それをようやく発売できるところになったんで、はい、それを何名様かに、ちょっと今それは今から考えます。何人かは何名、まあ本当新発売のコーティング、はい、まあ、金額で言うと
大体1万円ぐらいになろうかと思います、ね、かなりしっかりしたものですね、はい、それを、何名様かにプレゼントしたいと思います。でまだまだ3万人で、はい、あの動画再生数もまあそこまでめちゃめちゃ多いわけじゃないので、うん、結構チャンスが確率はすごい高いですね。そうですね、当たる。そうですね。でそのままちょっとプレゼントするならすぐちょっと準備が準備あるんですけど、はい、まあ、次の動画にそのコーティング剤の紹介とプレゼント企画ということで、はい、お出ししますので、ぜひ今まだチャンネル登録してない方はぜひお願いします。ぜひしていただいて、ご応募いただければと思いますので、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。